どうもこんにちは、こんばんは、テッシーでございます。頑張れ五右衛門、消えた黄金キセル、続きをやってまいりたいと思います。前回この村ですね、ニンニン村、ここで、エビスマルの、格好からこの人に解いて、解いてもらいました。礼などいらんぞ、わしは術をかけたり解いたりするのが好きなだけじゃからのと、解いたり、まあエビスマルになってしまった術を解いてもらったと。で、温泉がありますね。ちょっと回復しときましょう。お、そういえば温泉、八重ちゃん初めてですね。女湯。お、八重ちゃんだけ女湯来ました。ああ、当たり前です。うわ。にほほほほ、エビスマルが。ああ、終わっちゃいました。強制終了ですね。もう一回入りたいですね。まあ、いいですわ。橋のストッパーを外すのなら火薬で吹っ飛ばすしかないでござるな。橋があるんですね。その火薬というやつを手に入れるんでしょうか。ここは忍者の村、ニンニン村でござる。道具屋、よろず屋ですね。ローラースケート買っときますか。そういえば力の巻物使うって言っといて全然使ってないですよね。おにぎりよりローラースケートの方が重要っていうことがね、スピーダーが結構使っちゃうんで、まあ戦闘はとりあえずは大丈夫だったんで、戦いですね。バトルは多分いけるでしょう。これもくの一ですかね。ほら、穴を抜けると橋が見えてくるわ。ここは復活屋ですね。ドンパチ村には花火職人がいるそうよ。ドンパチ村、ドンパチやってるんですかね。花火職人、花火といえば火薬ですね。ここは橋があってストッパーを外すと。私は秘密特捜忍者3号、正義と平和のために戦ってるでござる。あ、そうそう、ドンパチ村の花火職人は富蔵さんというでござる。富さん、富蔵さん、今並行してときめきメモリアルの方をやってるんですけれども、花火職人トメさんから留守番電話っていうのが入っていましたね。トメさんは花火職人で有名なんでしょうか。ハンさんは私の忍術の先生なのよ。ハンさん、北へ続く唯一の橋のストッパーが壊れてしまって渡れなくなったでござる。で、ストッパーを壊して橋を進むと。そのために火薬が必要だということですね。出たー、これはハイレグスーツ欲しいわ。65,000か。ハイレグでスーツなんですね。絶対八重ちゃんですね、これは。いやー、なるほど、65,000か。まあちょっとファミコンだとおそらく姿は変わらないと思うんですけれども、このコマですね、コマというかキャラの姿は変わらないとは思うんですけれども、黄金キセル手に入れたばっかりなんですよね。電光剣は持ってますよね。コバマシンガンもあれ持ってますよね。ブーメランキセル、早速今黄金キセル手に入れて持ったばっかりなんで、そんなに買っても小判マシンガンと電光剣八重ちゃん持ってますもんね。そんなに変わるわけじゃないんですかね。じゃあちょっとそうしましたら、その橋とやらを見てみますか。これだけですね。はい、はい、左下から確か来たと思うんで、あれ左下から、あ、洞窟がありますね。ちょっとここ後回しで、何の洞窟か分からないんで、こっち、ドンパチ村というのが、笑い地蔵は逃げる。おお、成長しましたね。カパ次郎、なぜカッパ次郎じゃない、なぜカパなんですか、そこを説明していただきたい。
い、すいません、ちょっとよくわかんないモノマネをね。あれ、んー、あー、ホラー穴を抜けるとって言ってましたね。じゃあホラー穴抜けないと、あ、あれホラー穴なんですね。洞窟、まあ洞窟、ホラー穴と洞窟の違いか。ホラー穴は穴、ホラー穴を抜けるとドンパチ村って言ってましたね。飽きすぎやろ、笑い地蔵、笑ってるからか。まあでも笑顔大事っすよね。笑顔、笑顔でいこう。うん、いや相変わらず八重ちゃんの戦闘後の笑顔が素敵ですわ。お、新しい敵、ハニョはないと。なんか五右衛門ならではの敵って感じですよね。なんとかナイト、ドラゴンナイトとかは結構他にも出てきそうですけど、ハニワナイト、なかなかいないですよね。防御力が結構高いですね。電光剣強い。いまいち、まあ熊三条をクリアして、そのカラクリ一族を、あれ、ちょっとすいません、カラクリ一族を倒すというかの行方を追って、まあ事件を解決するというのが今のストーリーの進行上なんですけれども、でそのカラクリ一族の一つ前の村でですね、やられたんですよね結局。でエビス丸にされちゃってここに戻ってきたと。ちょっとストーリー的になんか今ふわっとしてますよね。ゴエモン、結局ゴエモンの旅の目的はその今装備している黄金キセルを探す目的だったんですよね。少しゴエモンのテンションが下がってるかもわからないですよね。お、時間切れ、びっくりした。ローラースケート、っていうかここにあるのって珍しいですよね。通路に1個だけって50両よく今まで残ってましたよねっていうね。ハニマジン、ハニプルプル、え、これは全部ハニワ、ここの洞窟はハニワなんすか。マシンガンいいですね。テリリリリリリっていくらかかってるんですかね。コイン当てた後回収してるんでしょうか、小判猫。戦闘終わった後、おい早く行こうぜってみんな言ってんね。ちょっと待ってにゃんみたいな、ちょっと待ってにゃん、今拾ってるってみたいな。で最初のうちはいいんだけれども、なんかそれが続くとちょっとみんなだるくなってくるみたいなね。これはこっち一緒ですよね。5体か、きついな。全体の術っていうのがなかなかないですね。めっちゃ怖いんですよね、このカラコメカ。まあ前のマップの大砲丼に比べると全然可愛いですけどね。まあでも最後の方は結構もうダイヤですね、デイヤのコテとか手に入れてたんで、大砲丼もともやり合えるようになりましたけど。いやでも本当にあの4体は結構辛かったですもんね。多分あそこの城が一番今までの中できついんじゃないかなっていう感じですよね。あれ ?1 体倒せなかったのか、2発で。小判猫が少し火力不足なのかな。でもさ、45与えましたね。さっき12だったのに結構な差がありますよね。これはめっちゃお金持ってるね、この人。人じゃねえか。そしてこのエンカウント率、ホラー穴抜けるだけでも結構時間かかりそうですね。
おそらくストーリー的には半ばぐらいまでは来ているとは思うんですけど、どんなイベントがあったかっていうのがやっぱりいまいちちょっと覚えてないんですよね。なんか最後の方は五右衛門の実家、最初の五右衛門の家でなんか戦いがあったかどうかみたいな、そういったのもあったと思うんですが、ここら辺からちょっとよく覚えてないんですよね。あと強烈というか一つ記憶に残ってるのは、その一度五右衛門が一人になる場面があるんですよね。そこでなんかクリア、一人でクリアしなきゃいけないとこがあって、そこが結構難しかったっていう記憶があります。でそこで初めての、まあちょっと先走って話しちゃってるんですけれども、お大丈夫か、そこでそのなんかドーピングみたいな薬もらえるんですよ、五右衛門一人でも戦っていけるように。それがめちゃめちゃ強いんですよね。でそれがイベントの最後の方になれると切れるようになってるんですね。でいつ使ってもそのドーピング剤みたいの、いつドーピングっていうのもちょっと問題か、まあそういうなんか体力なんかステータスを上げるアイテムがあって、それを使いつ使ってもそのイベントの最後の方で効果が切れるっていう設定になってて、初めの頃それが分かんなくてなんか最後の方に取っとこうみたいな思いで最後の方で取っとこうって思って、最後の方で使ったらもう戦闘1回ぐらいで切れちゃって、あれ、あ、じゃあもしかしてこれってもうここのイベントが終了するときに切れる、効果が切れるんだ、あ、そういうゲームってそういう設定もできるんだってなんか子供ながらに思った記憶があります。というか今このハニマジン倒したらすごい経験値と結構お金もらいましたよね。600いくらと700、結構な額ですよね。さっきのハイレグスーツいくらでしたっけ、6万5000か。でもちょっとまだ程遠いですね。スーツって何なんですかね、ハイレグスーツって。誰が装備できる、まあヤイちゃんでしょうね。エビスマルとか装備できたら結構面白そうですけど、まあ、実際そんな人いたら普通に捕まってますよね、おそらく。ツイッターとかね、今だとね拡散されちゃってますよね。一気に広がりますね。おお20ドル、20ドル手に入れた瞬間切れた。20の鎧ってもう装備してる鉛の鎧、鉛、鏡、隠れ身の小判猫装備できたら装備させてあげたいですね。未だになんか、あ、様子じゃない、未だにしょぼい。もうどれ、あ、できないんですね。やっぱ鎧はエビスマルか五右衛門なんですね。どっちにしよう、五右衛門食、虹の鎧。おい、エビスマルが虹ですか。まさかの八重ちゃん。ちょっともう誰、どういう設定なんですかね。三日月のじゃあ帯が、おお、装備できた。多分強くなったと思うんですよね。もうよくわからないですね、誰が何の装備できるのかが。まあこれ前も多分
前五右衛門この同じシリーズで最初の方の動画で話したんですけど、五右衛門の2もありまして、そこにそれだと誰が装備できるか教えてくれるなんかタヌキみたいのがいて、それが便利なんですよね。まああと今のゲームだとなんかE とかって出ますよね、装備できるよみたいな。あ、E は装備してるか。あれでも今、あ、そうですね、装備できる場合はその能力値がいくつからいくつに上がりますよみたいな。で、装備できないときはもう装備できないって表示されますよね。あれがいいですよね、優しい、間違って買わないっていう。まあ、だからこそっていうのもあれなんですけど、結局やっぱり昔のゲーム全部自分で考えて全部覚えてないとっていうのがありますよね。まあ、他のゲーム、このゲームはセーブデータ、まあ、セーブデータなんですけれども、昔パスワードでしたからね、パスワードを全部メモして、次回続きからやるときはそのパスワードを入力してやると。で、そこで移したパスワードが間違えてると、まあ、悲劇が起きるわけなんですよね。まあ、このセーブデータの場合でもまた新たな悲劇はあるんですけど、あれはきついですよね。まあ、もう一番有名なのがドラゴンクエスト、ドラクエですよね。あの音ですよね。私ももちろん聞いたことあります。3つ消えたこともあります。あれはさすがにきついです。エビスマルやん、仲間やん、メカエビスマル、うわ作っちゃってるじゃん。もうさて戦闘能力は、お HP 結構ある、うわ HP 高いぞ、うわ全然倒れねえ、マジか。ネンコロリ使ってくる、攻撃はそれほどでもなさそう。あー、ただちょっとこれがやばいな、寝ちゃうと。3発で倒せるかどうかですよね。まあ倒せますよね。これちょっと3発で倒せなかったらちょっとしんどいですもんね。今までも雑魚敵は3発で確か倒せましたもんね。ちょっと印象残ってるのが中国編のロンロン、あのパンダの、あのって言われても分かんないですよね、パンダの敵、あれがちょっと強かったかな。あー、ちょっと打撃が、火力が少なかったですね。ちょっとやばいですね、これ。ここのホラーな通路を抜けるだけで動画使い切っちゃうっていう恐れが、まあ洞窟だと思っていただければいいと思うんですけれども、あの佐渡の金山みたいな。ちょっとこれはレベル的には全然大丈夫ですが、さすがのエンカウント率が結構あるんで、果たして経験値とお金は、新しい忍術を覚えた。あ、でもテンション上がりますね。まあ、でもやってて、おー来た、ドスイスイが全体攻撃です。二択を外す。隠れ身の小判猫装備してる。おー、かわいい、なにこれ、かわいい。
もちろんでかい方から倒す。もうちっちゃい、うわー、八重ちゃん容赦ないわ。もうちっちゃいのかわいい。もうちょっとね、動物とか好きで、小さいのに目がないんですよね。あの、かわいいんですよね、やっぱり。ちっちゃいのかわいいわ。これホラーなって言ってた割には本当に長いですよね。あ、じゃあせっかくなんでドスイスイ今度使ってみますか。これ結構スイスイの音がシュワンシュワンって感じで、ドスイスイはシュワンシュワンみたいな感じなんですよね。そういうちょっとやっぱり細かいとこもいいかなみたいな。ちょっとじゃあちょっとやってみますか。広いね。でちょっとスイスイを、スイスイの音ちょっと、シュワーン21、弱でシュワーンでしたよね。ドスイスイがなんかちょっと強いんですよ。ゴエモン寝ました。八重ちゃんが寝なければそれでいいです。でもなんか特殊攻撃プラス特殊攻撃っていうのがないからまだ楽ですよね。ドスイスイどんぐらい使うんだ。今47です。あ、今聞きました。最後シュワ、最後スズワーンってもう一発あるみたいな。ちょっとあれですかね、ちょっと期待しすぎたところもあって、あんまりですけど、ちょっとしたでも音の違いがあるんですよね。ただ平均50ぐらい、そんなに強くないと。しかもヤイちゃん寝ちゃった。可愛いですね、相変わらず。で、47だったから12ですね、使うのは。これ、ちょっとまだ倒せないですよね、おそらく。運が良くて倒せるぐらい。あー、きつい。まあちょっと動画長く、このホラーなクリアできればいいですけど、まあヤイちゃんの寝顔で許してください。まあメカエルスマル普通にでもダメージ攻撃力もうちょっと高かったら結構厳しいですよね。大砲丼がネンコロリなんか使ってきた日にはね、もうきつかったでしょうね、おそらくね。八重ちゃん、八重ちゃんずっと寝てるわ。絶対起きてるわ。この人絶対起きてるよ。もう終わった途端に目覚めるっていう、旗と目を覚ましたって最後出るはずなのに。お、バンダナ、こういったしょぼいのが結構あるんですね。お、ダルマちゃん、ダルマン姫、いいね、ダルマン姫。え、やばい、全然ダメージ食らわん。硬いな。で、攻撃するとちょっとずれるっていうね、動きが。4人やって、あと攻撃でずれるのか。みんなの動きが結構バラバラっていうね。倒せ、よし。まあ大体1ですね、もう食らうのが。ゴエモンとエビスマルがまあまあ攻撃力はあると。
八重ちゃんも結構あると。小判猫の武器が爪、次は爪ですかね。欲しいですね。まあでも小判猫はデルデルとかがあるんで結構、まあそれ言ってもね、もう秘密の鏡と秘密の鏡あればそれでいいかなみたいな。100両なるほど。お、獅子ヨボジシ、これは前の動画でも出てきたかな。どうだったかな。なんか初めてじゃない気がする。よし行け。よし、お、ウェブゾマラップした。74112。お、これはドカエンですかね。そうしますと八重ちゃんのドスイスイに加え、エビスマルが、いや、どうかいんじゃない、ピカリン。ピカリンは、ゴロリンの上ですか？もしかして。雷ですかね。ちょっとじゃあ、ゴロリンとピカリンも試してみますか。お、雷鳴の弓。あれ？あれ？雷鳴の弓は、一つ前ですよね、おそらく。電光剣の方が上ですよね。雷鳴の弓は一つ前です、確か。音が良かったって、私が言ってたやつですね。じゃあちょっと、ゴロリン。あれ？あ、ゴロリンって全体なんですね。へえ、初めて知った。全体攻撃欲しいとか言ってて、もうすでに持ってたっていう。じゃあちょっとゴロリン見てみましょう。てっちゅってっちゅっと、音はそんな感じですかね。ああ、そう、じゃあゴロリン、あの角パケにゴロリン使えばよかったですね。じゃあ次ちょっとピカリン使ってみますか。いやー、東大元暮らしとはこのことですね。まさか全体攻撃が。お、宝箱空っぽだった。ここに来て、お、ちょうどいい感じで。あれ？あれ？ドカエンってありませんでしたっけ？ちょっと、あれ？ピカリン。音は一緒ですね。あれ？そんなに変わらん。40前後ですか。で、さっきのゴロリンは25前後。42って綺麗に42でしたね、ずっと。まあ、最初だけちょっと40切ってましたけど。じゃあそういうことですか。一人で納得しちゃってますけど。ゴドリン、ピカリン。あ、まあこれで結構楽か？そう、1だと MP の回復がないんですよね。確か MP、忍術ポイント。2から忍術ポイントの回復のアイテムが出てきて、そこで結構楽になると。うわー、あー、なるほど、なるほど。そうですねーみたいな感じですね。これはもしかしたら2上で防御力を下げて倒した方がいいんですかね。いやー、ダメですね。ダメじゃないけど、ちょっと効率が悪いですね。
HP が高いんで、せめて70ぐらい与えたいところなんですよね、実際のところは。で、一回一回が結構遅いっていうね。うわー、倒せないか。これは、あ、いけたか。これはいけるでしょ。あー、ちょっとそうですね、時間過ぎてるんで、この戦闘が終わったら一度動画を切らせていただきます。で、まあ、続きはもちろんこの後すぐ、続けますんで、次の動画に移動していただければと思います。見ていただいてありがとうございます。それでは失礼いたします。テッシーでした。